先月ぐらいにテレビ出演お願いできませんかっていう打診が一回あったんですよ。ついに来たかと、全国デビュー来たかと と思って喜んでたら、その後ちょっとやり取りした後に制作会議で話がひっくり返りましてみたいなこと言われて、なくなったんですよ。その多品目でやってる農家さんにクローズアップするみたいな話だったんだけど、まあディレクターなのか制作のその責任者なのか、多品目もいいけど西洋野菜行きたいよねみたいな感じになったらしくて、それでスパーンと弾かれちゃったんですよね。ああ、そうですかとしか言えないんで、まあ結局今回その話はなかったことにで終わったんですけど、けど、まあ今回なんでうちに話が来たのかまでちょっと聞き取れなかったんですけど、でもなんか例えば多品目農家代表みたいな感じだと他にもっとめぼしい人がいるはずだから、まあそっちに流れた可能性も当然あっただろうし、過去に地元の東海だけの放送のそのテレビに出たことは過去にはあったんで、その映像を見たとは言ってたから、多分その過去の実績というか、こんな出演してこんな風にまあ喋る人だから多分使えるだろうみたいなところからだとは思うんですけど、まあでもなんかテレビがどんな人を求めてるかとか、テレビでこんなネタが欲しいよねっていうのをこっちから探りを入れて寄ってくと、まあ、取り上げられやすいかなっていうのがやっぱり感じるところで、それっていつも言ってるお客さんの目線に立って、お客さんが何を欲しがってるか考えるといいんじゃないのみたいなのと多分通じるところがあるんじゃないかなと思うんですよね。こっちからいくら「うちの商品いいですよ、ぜひテレビで」とか言ったってそんな拾ってくれるわけないんで、だからテレビは今何を求めてるのかなみたいなのはやっぱり気にした方がいいなと思ってるんですよ。で、その時に、じゃあどんな切り口で、こっちはポイントまとめていけばいいのかなと思ったら、ざっくり3点あるなと、これ多分なんかで読んだような気がするんですよね。勝手に頭の中にそのアイデアが出るとは思えないんで、なんかで多分書いてあったんですけど、一つが、その要はネタとして時代に合ってる、っていうことがまず一つあって、なんかこう例えば今ウクライナでどんちゃんやってて小麦が高騰してますってなると、やっぱり国産小麦がどうかみたいなところでその小麦農家に話を聞きに行ったりしたいわけじゃないですか。その辺のニーズに合った農家じゃないといけないっていうのはまず一個で。それだとまあうちを選ぶっていうふうにはなかなかなりづらいんですけど、プラスその新規性ですね。今までにない新しい取り組みをしてますみたいのはやっぱり食いつかれやすいなっていうのは感じるのと、そっからさらにそのまあ独自性というか意外性が必要かなと思ってて、独自性はさっき言ったその新規性に関わってきますけど、意外性があるとまあテレビ的に映えるというか、視聴者を楽しませる部分になってくるんで、ものすごく真面目な実直な人が。こんな新しい事業やってますっていうのもまあありだけど、それはなんか情報番組でしか通用しないし、
エンタメ要素がある番組だとちょっと使いづらいんで、うん、だから時代性と新規性と意外性がいるんじゃないかなと思ってるんですよ。はい。っていう話を今日配達の時にお客さんに話したら、ああそれあれですね、あの知り合いにいますよとかって言ってて、あのお蕎麦屋さんを始めた人が和歌山県にいるっていう話をしてくれて、でその和歌山県でお蕎麦をやってるっていうのが、単純にお蕎麦やってるだけならそのメディアに取り上げられないんだけど、あの山伏って、なんか僕もあんまよく分かってないんだけど、山伏ってあのなんか多分漁師的な、ちょっとあれかな、宗教が関わるのかな、山伏かける蕎麦屋みたいな感じで、その人山伏になって、でその蕎麦を自分で育てて、山伏と蕎麦を育てる関係がいまいちよく分かってなかったんですけど、山伏を調べないとちょっと話進まないけど、まあとにかく山伏として生きつつ蕎麦も自分で育てたやつをお店で出すっていう蕎麦屋さんっていう、その山伏×蕎麦屋っていう掛け算がどうやらフックになってメディアで結構今取り上げられてるんですよねみたいな話を聞いたんで、うん、それぐらい奇抜な他にない要素があるとやっぱメディアは食いつくんだろうなと思ったんですよね。基本的にはその3点かなとは思ってますけど、あとはですね、全国放送に乗るとかって今回たまたま話が来たけど、多分全国放送に乗るレベルではうちないような気がしてて、現時点であのどっかの本に書いてあったのが、結局全国放送に乗るってことは大多数の人に響く内容が必要で、あんまりニッチな内容じゃダメなんですよね。うん、ただやってることはでも大体取り上げられるっていうことはニッチなんで、独自性だ新規性だって言ってるあたりマス向けじゃないんで、 そこはまずローカルなメディアで取り上げられつつ、その小さな取り上げられたものを積み重ねていくと、その全国につながっていくみたいなことを書いてるのがあったんですよ。記事が、まあ、ネットで見たやつだと思うんですけど、いきなり全国っていうのは難しいけど、まあ別にテレビに限らずテレビ、新聞、雑誌、ラジオとか、まあ、ウェブメディアも含めて、うん、小さいのを積み上げていくとそれが結局露出が増えることになるんで、全国でも通用するようになるっていうようなことが書いてあって、うん、あ、その地元でのメディア露出はちょいちょいは今までもあったんで、テレビは3回ぐらい出させてもらってるし、新聞も何回か取り上げられてたりとかするんで、なんかその小さな積み上げからお声がかかったのかなという気もしますけど、ただ過去にテレビ出た感じのを自分で見ると、いやーこれはちょっと黒歴史だよなっていう感じで映ってたんで、うん、あれで拾ってくれたんだみたいな感じでしたけど、まあまあそんなことを考えつつ、メディアはやっぱり使った方が、まあ、使えた方が何かと有利なんで、ちょっとメディア映えする作戦立てて松本自然農園舵取りしていこうかなと決意を新たにしたわけですよ。
まあ、ちょっと具体的な案は全く何もないですけど、今やれるとしたら部屋に今あるトウモロコシの被り物を被るぐらいしか 手がない状態ですけど、部屋にありますね。はい、はい、いやだいぶ前に買ったんですけど、ほぼ出番がない状態で、はい、なんで買ったんだろうっていう感じですよ。最初の頃に収納ほんと数年経ったぐらいに一回取り上げられて、その後また数年後に取り上げられてっていう感じだったんですけど、なんか2回目3回目はやっぱり1回取り上げてもらったところの映像を見て、じゃあお願いしますみたいな感じだったんで、やっぱ最初1回取り上げられるかどうかが一個鍵なのかなっていう気はしますね。でもうちが取り上げられたその当時はその野菜セット作ってますみたいな農家はそもそも少なかったんで、あのホームページがあってそれを見てっていうパターンなんですよ。あのそもそも競争相手がいないから独自性とか新規性もクソもなくて、そこに一人いたからもうそれを拾うしかない状態っていう、それはもう先行者優位ですよね。今始めた人がメディアに取り上げられるっていうのはそのパターンは使えないんで、よっぽど何か特徴がないと他の人のとこ行っちゃう言いますからね。まあ分かりやすいのは見た目なんでしょうけど、はい、前なんかタケノコ農家どこだったかもうすっかり忘れましたけど、タケノコ農家でタンクトップで直売やってますみたいな人が取り上げられてて、すごい元気な人だったんですけど、もうタンクトップっていうだけで取り上げられた感じはちょっとありましたね、その時は。まあ、これいやまあ分かりやすく見た目が奇抜だったら多分エンターテインメント系の番組で拾ってもらえるでしょうし、ものすごい実績があってなればそれはあの情熱大陸的な方に行くんでしょうけど、まあどのジャンルで取り上げられたいかとかも考えるといいのかもしれないですね。そこも結局ただでテレビ出て終わりじゃなくて、それを見たお客さんから注文が入ったら、まあ、最高じゃないですか。だからその辺も含めて考えて、じゃあどの番組出たいのかなとかっていうのはやっぱり考えてみる余地あるんじゃないですかね。なんか過去に出た時にもちょうどあの午前中 この若いというか奥様たちが見るような時間帯の10時のワイドショー的な10時11時台のワイドショー的な番組のとそこで1コーナーとしてこんな農家さんいますよみたいなクローズアップをしてもらった時はものすごい注文入って、もうドンピシャだったんですよね、やっぱり顧客層が、はい、もう取り上げられ方もちゃんとあの考えてくれてて、そのもうこの農家さん紹介しますみたいなスポットの当て方した上で、あのこっちから一応台本作る時に美味しそうに見せてほしいっていう話をして、その時にその美味しさを決める要素が栽培と旬であることと品種とあと鮮度だから、この4つを混ぜ込んだ形で映像を作ってもらえるとありがたいですってやったら、その単純に言葉で並べるんじゃなくて映像の作り方で新鮮さをアピールしてみたり面白い品種を紹介してくれたりとか、その栽培のこだわりをなんとなくリポーターの人とやり取りする様子を出してくれたりとか、うまいこと混ぜ込んでくれたんで、本当なんかあれ見たらその時に限ってはあ
これは食べてみたくなるよねっていう映像だったんで、なんかその辺もやっぱり取り上げられ方もあるかもしれないですね。うん、その後のやつはなんか本当にバラエティ番組だったんで、あんまり反響はなかったです。面白おかしく伝えるみたいなやつだったから、うん、いろいろですね、その辺は。はい、なんか下手に被り物はしない方がいいかもしれないですね。